どうも、淡路島の椎茸研究家、奥田製作所のケンです。進化したミル椎茸の3ヶ月目の様子を見ていこうと思います。早いですね、もう3ヶ月経ちましたよ。でもまだ椎茸の発生まで5ヶ月もかかるんですね。初めての方は概要欄から以前のミル椎茸の動画を先に見ることをお勧めします。ただいまの気温は 24.1 度、湿度は 68% です。では A から順番に見ていきましょう。 A は袋で秋まで放置。先月の時点で厳しい状況だったのにさらに黄色くなってきました。これはほぼ 100% 失敗ですね。失敗確定。しょっぱなから失敗報告をするというのは悲しいですね。完全に条件の割り振りをミスってます。まあそれはそうと、これは口をしっかり縛ってますから酸素がない状態ですね。シイタケ菌はこの低酸素状態にやられ、しかもその酸素が少ない状態に強い雑菌に追い打ちをかけられてる。めちゃくちゃポジティブにこの現象を捉えると、この世には酸素が少なくても生きていける菌類がいる。それが分かっただけでもグッジョブ、ラッキー。 B はラップで秋まで放置。青カビともやっとした白カビがかなり増えてきました。これはハイブリッドダブルパンチですね。皆さんには分からないようにはしてるんですが、もはやね、何を言ってるか分からないぐらい自分では落ち込んでます。ここなんて発泡線が隠れるぐらいのカビですよね。ただそこの部分はまあ綺麗かなという様子ですね。この密着していて水分が保たれている場所は比較的椎茸菌が伸びやすいみたいですね。まあそれでも側面がひどすぎて、菌を植えてから3ヶ月でこの状態、これ秋まで放置して大丈夫でしょうか。一応ラップで覆ってるのでカビの飛散は防げてますが、怖いもの見たさで観察を続けたいと思います。よー、この1ヶ月で C と D の状況が完全に入れ替わる。人生どうなるのかわからないのと一緒で、椎茸生もどうなるか全くわからないですね。